では、間接疑問文について説明します。はい。まず、What is this? これは何ですか？っていう文と、I know what this is。はい。私はこれが何かを知っているっていう、まあ、二つの文があります。はい。で、上の方は、これは何ですかってもう質問してます。はい。こんなのを直接疑問文って言います。はい。に対して下の方は、私はこれが何かを知っている。別に質問しているわけではないです。はい。こんなのを間接疑問文って言います。では、間接疑問文の作り方を説明します。はい。まず間接疑問文を作る場合には、まず最初に疑問詞を書きます。What とか When とか How とかそういった疑問詞をまず最初。で、次が大きく違います。普通の疑問文とはね。次に来るのが主語です。はい。で、その後に動詞が来ます。はい。例えば、when、主語、動詞。で、主語がいつ何々か。where、主語、動詞。で、主語がどこで何々か。why、主語、動詞。で、主語がなぜ何々か。what、主語、動詞。で、主語が何を、何々か。で、how 主語動詞で、主語がどのように何々か。はい。こういった意味になっていきます。はい。では、例文を使って確認していきます。はい。ただその前に、間接疑問文なんだけれども、know 知っている。remember 覚えている。はい。これらの動詞の後ろで使われることが多いです。はい。だからこの二つの単語は、絶対に、覚えていてください。はい。では例文です。あなたは彼がいつ来るか知っている。はい。彼がいつ来るかなので、まず最初に疑問詞 when。はい。次に主語。彼なので he。で、最後に動詞来るを書きます。はい。で、主語が三人称単数なので、S を忘れずに。はい。で、次2番。彼は、それが何かを覚えている。はい。それが何かなので、まず疑問詞 what。はい。で、主語である、it。はい。で、この場合、動詞は is だよね。はい。なので、これで、彼は、それが何かを覚えているっていう文になります。では、次に、1番の文を、あなたは彼がいつ来るか知っていますか？はい。っていう疑問文の形にしたいと思います。はい。その時に、この間接疑問文のところは変わらないです。ここは変わらない。前の部分。言うの、主語と動詞がある、この部分を、疑問文に変えます。はい。なので、一般動詞の普通の疑問文の作り方と一緒です。だから、do you know? で、when he comes。で、あなたは彼がいつ来るか知っていますか？っていう疑問文になります。はい。では次に2番。彼はそれが何かを覚えて、いませんっていう否定文にしたいとします。はい。その時にも、間接疑問文のところ、what it is の部分は変わらないです。はい。その前の he remembers この部分を否定文に変えます。はい。なので、he doesn't remember で
で、what it is。はい。これで、彼はそれが何かを覚えていませんっていう否定文になります。